こんばんは。今日はお仕事長時間やってまして、すごくとてもとてもとても疲れました。まあツイートした内容を見てもらえばわかるんですけど、ちょっとすごい疲れちゃいましたって感じで、情報解禁はまだいつかわかんないんですけど、とりあえずさ、メール本当送ろうと思ったんだけど送れなくてさ、ごめんなさい。明日お話し会来てくれる人、しかも再販がラストかな、やってるらしいです。いつまでなんだろう期限。そう、はーい、楽しみ。明日マジで早起きだよね。マジでどうしよう、私起きれる自信ない、本当に。お洋服は嬉しい。今日はね、あのね、アイナナのあのつむぎちゃんってマネージャーの、ちょっともう崩れちゃってんだけど、あのもう髪の長さがそもそも違うし髪色も違うんだけど、つむぎちゃんのあの片方に結んでる時の写真をメイクさんに見して、あのそれにしてくださいって言ってやりました。絵はねまだ描ききれてないんですよね。なのでまあちょっと今日時間ちょっとあと少ししかないけど、若干描けたら描きたいって感じ。うん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 、高弘くん可愛い、ありがとう。そうマネージャーね、ハサミとノリ忘れずにって、あのこの配信終わったらインスタのメッセージとか、あのハッシュタグも褒めるつけて、マジでみんなお願いします、頼みます。本当にメンションしてください、インスタのツイッター、あインスタのインスタのメッセージ、あのストーリーみたいなやつでメンションして、みんなマジでハサミ、あハサミもね切らないとね、あノリもね、ハサミノリ忘れずにって書いて、絶対忘れるから。えでも明日はさ、明日ないよね、明日はお話し会サイン会なくない、あサイン会明日もしかして、ちょっと待って、全然あれなんだけど、あのあれができてない。松尾さんバラありがとう。クラワーの抱き席願いをごめん、明日サインあるやん、やば、書き終わんないとじゃん、まだ書き終わってないんだけど。終わった、一緒に行こう、あー桃様プリン見るだけで今吐きそう、やばい無理。マジ明日起きれるかな。え、それにしてはリクエストめっちゃ少なくない？リクエストされたのだって1,2,3,4,5,5人だよ。で今から6人目書くけど、他は何でもいいんですか皆さん。明後日の部分も含めて40枚、え絶対無理じゃない、普通に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,9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 3,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
しか名前のやつがどんくらいあるのか分かんない、残ってんのか。ちょっとまあどうにかするわ。白にゃんこさんハートありがとう。思いのほかマジでなんか結構バタバタしててさ、書ききれなかった。まあでも書くけどね。でもリクエストされてるのはね、あとね、あの跡部圭吾さん書いたら終わりなんですよね。白にゃんこさんハートありがとう。あとはねリクエストされた方多分みんな書いたよね。シラニャンコさんありがとう。当たってるけど何でもいいよ、だって優しい。リクエスト、まあもし今度からのがあれば、あの猶予を持って言ってくれたら
そう、これからの配信とかで書けるから、よかったら、なんかタグ付けとかハッシュタグマホメールつけてこれ書いてほしい。さすがに明日、明後日はワンチャンいけるけど、明日のはちょっと今からはあれかもだけど、でも跡部圭吾はね書くよ絶対。まあ知らんけど、私のこの本物の街の絵を見て跡部圭吾の美形が描けると思うかって言いたいけど、まあ頑張っては見るよ。マジで街ほんとごめんって感じ。マジでこう綺麗なね感じの本物の人描けないんですよ私。あさって当選してるね、胡蝶忍。お、じゃあ書いとくね。胡蝶忍、明日配信できるかな。てか今日さ朝一でさフリー見に行こうと思ったの。今日からね特典も変わるし、新しくねフレークシールが私欲しくて、今日から発売されるフリーのグッズので、あ今日仕事が、まあ、始まるのが言うてお昼くらいだったのね。で 朝一で見に行けばフリー見行けるじゃんと思ったら、まさかのさ東京とかってさそのお仕事の場所に近い映画館でそのままお仕事行こうと思ったの、映画見て。じゃあなんか バスじゃない電車とかがもう全然もう全部狂ってて、はあもうこれ終わったって思って諦めて、本当にとんでもない狂わされましたね今日は一日本当に。そうだから、なんか本当にフリーね前売りチケット2枚あるのに、多分14日でね多分ね映画館終わっちゃうよね多分フリー。だからもう早く見に行かなきゃって思ってる本当に。もう本当にお願いだから私にフリーを見せてくれって感じで、ね、冒頭10分のねやつもね見ようと思ったのね昨日。でも映画さやっぱり映画を先にまず映画で新鮮な気持ちで一旦見てから冒頭の10分の公開映像見たいと思って、まだそれも見てないの。そう、あーフリーの話したかった、本当にめっちゃしたかった。でも絶対今週、あ今週って今金曜日じゃん。いや見れたら見たいけど無理だろうな。来週は来週までには本当に2回絶対見に行く。ポーチさんすごい秋ありがとうございます。でも全然なんか言って、知りたいフリーの感想は普通に知りたいから教えて、見た方。エディアシーさんだるまありがとう。なんか最近ねお仕事でなんかそんな近くはないけど、お仕事からの帰り道とかなんかそのなんてどっかの駅で泊まる駅になんかどっかにアニメイトとかジャンプショップがあったりして、最近のお仕事事情の時にで、なんかいつだっけな、いつの昨日一昨日昨日かな、昨日だのお仕事終わった後に渋谷のアニメイト寄れて、変えたの、あ変えたっていうか何、カフェがアニメイトで限られた店舗だけで、そのアイドリッシュセブンのなんていうのジュースみたいなやつとクッキーが売ってて、そうそれ昨日ねやって、今日のさっきツイッターにあげたコースター、ランダムコースターがね、ジュース3個にあれ何クッキー3個買って1つにつきランダムコースター1枚配布されるんだけど、見て結構ね多分みんなからしたら引きいいかも。メッツでしょまず。で私のね推しがみなみくんが当たって、まあズールこの2人、ズールで2人が好きなんだけど、ズールちゃん2人で、でなんとリバールパイセン2人、結構まあ推しはさ、てかトリガーが好きなんだけど、私的にはまあでも普通に満足、なんかキリがいいっていうかこのバランスがいいよね、なんかメッツ2人にリバーレパイセン2人にこのズールの私の推し2人っていう、なんか割と引きよくて、でそれがたまたま今日のお仕事に行く時のバッグにその入ったままで、だからなんか運よく玉木くんとこのジャージがね、知らなくて何着るか水色も知らなかったから、でもなんか玉木くんがいたから運よく撮ってツイッターにあげた、見て写真。割と運よね。そうなんですよね。あとね、あとなんだっけ、テニプリの20周年のネットで頼んでたグッズが
届いて、あのランダム2個買ってたんだけどね、なんだっけ、なんかね、それはね、あの日本違うアンダーセブンティーンの白のなんか鍵のルームキーホルダーみたいなやつのランダムが20種類だったっけな、その中の2個だけ頼んで、アンダーセブンティーンの白の方、白赤の方のやつと不動峰だった。私不動峰めっちゃさ出るんだけど、そんな言うて推しじゃないんだけどって言ったら良くないから言わないけど、え本当に11月30、えフリーってさ、そんなにさ、フリーってそんなに公開してなくない？なんかフリーの公開期間調べたらもう今月の14日とかって聞いて、えこのムービーチケってさ使えるんかな。あリバーレ焙煎の曲来たよ。これ多分見せちゃダメなんだろうけど、コードってどうなんだろう。この2つ、この2つをさ、この2つで見れるってことでしょ。これがチケットってことだよね。チケット買わなくてもこれ持ってけば見れるのかな。全然分かってないんだけど仕組み。リバーレトラお願いして私の推しとならいいよ。かもしれない、まだ次の意識ね。見て見て見て、今日発売日のこれ、お仕事前に本屋さん寄って買いました、ゲットできました。そしてなんとリバーレパイセンのクリアファイルも、うんうんうん、という名の流れ、うん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 。まあ、こんな感じで今日はテンション上げてこのずっとね見てました。かわいいね、本当にかわいい。裏表紙は違うか。でもねこれ何載ってるっけ、フリーとか載ってなかったっけ、載ってないか。 SA は載ってる、フリーも乗ってるやっぱり。入れたくないかと。ムビチケってどうなの、使い方わかんないね。マキアート様ありがとう。え本当嬉しい、リンクありがとう、読む。11月30、えそうなんだ、えそんなに公開してるとこあるの。映画館が終わるだけ、その見てる映画館の公開のところが終わるだけかな。でも早く見に行きたい、かわいい本当に。ドゥ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 、ねえてかほんとこれ可愛すぎてさ、見たこれアイドリッシュセブンのこのぬいぐるみ、私の推しの美月、みんな見て見て。えこれってあれだよね、 UFO キャッチャーだよね。11月登場、10月登場、これ大和さんは10月、私の推しは11月かな、11月。ねえ見て見て、ガクさん絶対欲しいんだけど。南可愛すぎないか、本当に。バンプレスト商品らしい。本当に可愛いんだけど。可愛すぎる。ずっと可愛い、本当に。よしみさんありがとう。お花。たくさん可愛い、ありがとう。可愛いじゃん。ハムちゃん、可愛い、ありがとう。いつお願いし、いいよね。え、普通にあのさ、いい。え、てかさ、ちょっといい、後で言うね。いつか。え、てか、明日の話し会来ちゃおうかな、みたいな。明日、明後日でもいいか。まあ、お楽しみにって感じです。ちなみに私はこの写真を見せて今日、髪型してもらった。つむぎちゃん。アイドリッシュセブンのマネージャー。
ちょっともう巻き取れてんだけどさ髪の長さが違うか切りたい単独グッズ買ったよ昨日の昨日本当にねギリギリだったギリギリに入金しましたのべきくんいいねありがとうアラジンさんかわいいありがとうグッズ買ったうん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 でこれは何なの第1弾つながるクリアファイル付きムビチケカードこれってさ何のムビチケその次のファイナルストロークのさ後編のムビチケカードなのかなこれって私絶対これ欲しいんだけどだって見てこれ見てこれさ見たみんな渚とまこちゃんのこの初太のあのハイスピードの頃のみんなちっちゃいのこれ本当に絶対欲しいんだけどこれ絶対買うと思ってこれは何前編なの後編だよねやっぱり絶対これ買うからね私後編でもさ第2弾第3弾も後日公開だからさ第1弾でもこれ2つ買っちゃってももっといいのが第2弾第3弾に来たらどうしよう買うよね普通に、確かに第2弾第3弾で成長うわーでも私一番ショタが好きだからちっちゃいのが好きだからいい第1弾で可愛いもんだってうん今は本当に可愛いなんかさ渚ってさマジでずっとちっちゃくてずっと可愛いんだけどさあの一番ちっちゃい頃の渚ってなんあのなんだろうもう犬可愛いよね本当になんかよしよしってしたくなる本当にヘアケア私マジであんましてなくてでもあのずっとあ最近やばいなと思ったらオイルつけるくらい今一瞬マホビアンズどういうことミラッチさんありがとうえアトベさんマジで何のアトベさんにしようえちょっと簡単なアトベさん探していいかな妥協していいあーなるほどねえああれかなえどんな感じで打ってたんだろう嬉しいなんかさこの間のさカウントダウン TV ライブライブの時もさ多分私は出れてなくないけど多分みんながさなんか拡散してくれたのか分かんないけどなんかすごいフォロワーがちょっと増えてですごい嬉しかった皆さん出てないのになんかそう選抜じゃないけどってこうなんかおすすめしてくれたりして本当に嬉しい画像とか作ってくれたりなんか私の割と漏れてる写真貼ってくれたりとか嬉しかったこれからもよろしくお願いしますぜひそうで褒め妥協は言い方悪いヘアケアいうの雑でそう割とねガサツなんですよね頑張らなきゃとは思ってるんだけどフリー映画見た話したいありがとう11月3日、まあ、それまでには絶対見るわじゃあ本当にてかさ矯正裏矯正外して1週間くらい経ったんだけどやっぱね外すとねある程度また歯戻っちゃうんだってでも戻ってんの怖くない分かんないかもしんないけど若干歯がまた揃ったのにまた戻ってでもそれをまたなんあのこの透明のクリアのさなんていうのやつであのまた1ヶ月くらい矯正し直すらしいそれの作ってる期間なの今あそうマウスピース矯正に今から入るんだけどもう戻ってんの怖いんだけどここがねここの歯がねどうしても後ろに行きがちなんですよ私多分怖いアースピースででも戻りますよって言われた
ね、外して戻るよね、本当に困るんですけど。渡部さんの顔どうしよう。イラストに、うわ全部イケメンなんだもんな、渡部さんのイラスト。一つマジで渡部さんとさ、押したりくのペアマジで好きなんだよね。の崖のさ、二人で、イケメンだな。おつわさん何これ、キノコかわいい、ありがとう。そうそう、テニプリ。じゃあちょっと書いてみますか、難しい方。いいよ、たけしさんありがとう、お花。渡部さんって耳なんか大きいね。かわ意外と長い、シュッてしてる。まず泣きぼくろ、ハヒフヘオクロ、見つめちゃ気がするぜ、なんて雨にならない、なんていないものがある、それはそれは
めっちゃむず雨めっちゃいいよね。みゆらちゃんありがとう。お花とうんぷ、よしみさんもありがとう。こんばんは。勝つのは氷点、勝つのは後べ、この土砂降りの雨にあって、だって泣いて泣いたくて、で捨てて出そうよ、愛の光さえ見覚えるほど、だって続いてる。え、普通になんかここだけ見たらさ、あれなんだけど、立会の立会のキャプテンの方が似てるんだけど、髪型だけで言ったらここからだよね。渡部圭吾の見せ所ってのはむずっ。うわ、もうこれ絶対目と、いや失敗するやつですね、これ。トカティンかわいい、ありがとう。え、ね、明日話し会一部楽しみ。え、メットアルバムあと2週間で発売するの？え、新曲ってこと？何の曲だろう、何の曲収録されたやつだ。あれ、そうちゃんの作った楽曲ってもう出てる？が、しろ、何の曲だろう。あ、でも軽くネタバレしたいもん怖い怖い怖い、聞かなかったことにしよう。アトムさんも唇プルプルやないかい。嘘、全然幸せ。え、楽しみだね。でもね、めっちゃめっちゃ好きなんだけど推しじゃないんだよね。手捨てて出そうよ、光さえ。続けることをしまったかのようで。うわー、もう渡部さんなのかこれは一体。まあ、泣き袋つけときゃ渡部さんになるっていうこと？そういうとこある？来ました。君と会えたなら、こんな今日も超えるさ、新しい夢を見ようよ、セーフティー一緒に。のびきくん、音符ありがとう。歌めっちゃ好き、わかる。ジャックシャ絶対見るね。じゃあ
てて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 てあれの帯がついている暴き相手は占ないさ追いかけるよ来敗だから信じている重くは何か限界の何度目だってリスタートポイント胸に引っ張ったソリューション。たなら言われたのは、うわー大丈夫かな、これ不安だけど、まあ、もうダメだこれ文字が。むずっ。やっぱあと3分。三浦さんトンボありがとう。ランキング読みます。1位高弘くんありがとうございます。2位ハムちゃんありがとうございます。3位松尾さんありがとうございます。4位エディヨシさんありがとうございます。5位三浦さんありがとうございます。6位ともおくんありがとうございます。7位サカティンありがとうございます。8位グーグルペイさんありがとうございます。9位マキアートさんありがとうございます。10位ヨシフミさんありがとうございます。11位太郎さんありがとうございます。12位ポレロさんありがとうございます。13位モノサルさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん明日はお話し会、朝早いんですけど頑張りましょう。私は今から後部恵子様の色塗りをやって寝たいと思います。じゃーん、どうですか。原画、俺様に甘えちゃいな勝つのは氷で、勝つのは後部って感じで集中して色を塗りたいと思います。ハタハサミと塗りお願いします。松田さんパチパチありがとう。あとみゆ本当に上手。結構集中して描いたけどちょっと難しい、よく見たら難しいけど。お、お話し会再販迷ってるか、皆さん今回で最後なんですよということで、再販はラストになってしまうので後悔がないようにたくさん皆さんとお話できたらいいなって思うので待ってます。みんなとたくさん話したい。ザーさん、うま、ありがとう。俺様の武器に良いな少しです、あと1分で終わっちゃう、早い。ザーさんもありがとう。追加申し込んできた、楽しみ。うん、セリフもあるわ、ちょっと汚くなっちゃった。あーちゃんかっこいい、ありがとう。ポーズうま、ありがとう。おやすみ、みんな明日寝坊しないように。私も頑張ります、化粧落としてよしね、お風呂入んないと。バイバーイ。ツイッターいいねしてください。ツイッターいいね、コメント待ってます。ハムちゃんありがとう。え、てかまだ泣き袋書いてない。パパさんありがとう。バイバーイ。Mm-hmm.
ふん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 ふ